おはようございます。初級編レポーターのピカティです。私は今阿蘇市の内巻温泉に来ています。ただいま日本時刻で朝の5時です。真っ暗です。とても暗いです。今から大観望へ行ってきます。私は今日雲海を見に来ました。皆さん雲海を見たことありますか？阿蘇の雲海を見たことある人もない人も、私が今日阿蘇の雲海の見どころや阿蘇ならではの雲海のご説明をしていきます。皆さん、この大観望から見える雲海、年に何回ほど見れると思いますか？はい、答え、年に 2,30 回ほどです。本当に運が良ければ見えるこの雲海、この貴重な、これは貴重な自然現象です。はい、年に 2,30 回ほどしか見れないと言いましたが、この大観望の雲海、この大観望の雲海が発生する条件をご説明します。まず第1、この私たちが住んでいるこの阿蘇谷に雨が降ることです。雨が降ってこの大地に水が溜まります。第2、朝晩と日中の温度変化です。温度変化によってこの水蒸気が地上に上がり、霧ができます。第3つ目、風がないことです。風がないことによってこの阿蘇谷に霧が溜まり、それが雲海になります。さて、今回は雲海を見れるでしょうか？では、皆さんカウントダウンしましょう。いきます。3秒前。2、1、どうぞ。ご覧の通り、今日は雲海は見れませんでした。ですが、早起きは三文の徳というように、この早起きした大観望で3つの特典があります。まず第1に、朝日が見れることです。これは雲海にも負けないくらいの綺麗な景色なので、皆さんぜひ見てください。第2、朝の静かな大観望を体験することができます。虫の声と風の音、この広い静かな草原で阿蘇の大観望を味わってください。第3つ目、まさに格別なモーニングコーヒーですね。皆さんもこの大自然を見ながらコーヒーを用意して飲んでみてはいかがですか？皆さん、雲海を見るために欠かせない条件を知っていますか？それは早起きなんです。雲海は日の出から8時9時までしか見れませんので、特に日の出の時が一番綺麗な雲海が見れますので、皆さん早起きをしましょう。雲海というものは日本各地さまざまな場所で見れますが、この大観望でしか見れないという魅力があります。まず阿蘇の山です。何かの形に見えると思いませんか？人が空を見て寝てるような形に見えます。左から顔、胸、足と、これが阿蘇の涅槃像です。で、その下に広がりますこの大地、これが私たちが住む阿蘇市です。標高約500メートルになります。この阿蘇の大地が雲海の時にはぽりと雲で覆われてしまいます。で、私が今ここにいます。この大観望、約標高900メートルです。この400メートルの落差に雲がすっぽりと覆われて、涅槃像が雲の上に寝てるように見える、これがここ阿蘇の大観望から見える雲海の魅力です。
秋は雲海シーズンです。ガイドさんのつく雲海ツアーも実施しています。皆さん早起きしてぜひ阿蘇に雲海を見に来てください。待ってます。